自動車、オートバイオートバイの二人乗りオートバイの二人乗りでは、原動機を搭載した二連車であるオートバイに、運転者以外のものを乗車させる場合の各国の法的規制について記述する。スクーターの五人乗り。全二人はヘルメットをしていない東南アジアでは、道路交通法の整備が遅れている国や法を守る、意識が浸透していない国も多く、三人以上での行動走行も、 珍しいことではない。大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止オートバイのうち道路交通法上の原動機付き自転車にあたるものでは二人乗りが全面的に禁止されている。また通常二人乗り用座席も備わっていない。原動機付き自転車以外の自動二輪車については運転者がオートバイの運転免許証のうちいずれかの免許を 受けていた期間が通算して1年に満たない場合には、2人乗りが全面的に禁止されている。これは、通算とあるので、普通二輪を取得して1年以上過ぎてから、大型二輪を取得すると、その日から大型二輪の2人乗りができる。また、高速道路を通行する場合には、前日のオートバイの免許を受けていた期間が通算して3年に満たない場合や、 または運転者が20歳未満の場合には、二人乗りが禁止される。2005年3月末までは、高速道路のオートバイ二人乗りが全面禁止されていたが、非完全障壁だと、アメリカ合衆国連邦政府や、ハーレー・ダビットソンから指摘され、規制緩和された。さらに以上の要件により二人乗りが禁止されない場合であっても、大型自動二輪車及び、 普通自動二輪車二人乗り通行禁止の道路標識がある高速道路では二人乗りが禁止される。ただし以上のいずれの規制についてもオートバイに側車を正規につけている場合には適用対象外となり乗車装置に応じて乗車できる。なお、原動機付き自転車にサイドカーやリアカーを取り付けても運転者以外のものは乗車できない。 ありがとうございます。